はい、フィンチチャンネルです。お久しぶりな、商品紹介とフィンチの、近況かな、報告も兼ねて動画撮ってます。で、フィンチショップがね、結構リニューアルというか大規模改装じゃないな、模様替え、大規模な模様替えしてかなり広くなりました。こんな感じで迎え、お客さんを迎え入れるようにコーナーコーナーに分けつつ、まあすごいいい感じにね、お盆前にして長らく模様替えしてなかったんやけど、見やすく居心地がいい空間にできたんじゃないかなと思います。ね、フィンチも元気らしい。ここにね、いつもいるんでね、カメラ構えたらね、こいつらね、警戒するんやね。はい、まあ、お盆中ね、結構遊び疲れが来て、まあ暑かったよね、今年のお盆は。まあ釣りもやし、キャンプもやし、いろいろ行って、まあいい休暇といい商品のテストをずっとした1週間を過ごして、今お盆明けで、もう本当遊び疲れかな。けどね、この遊びが結構商品に対してヒントになったりとかするんで、もう遊んでまた皆さんが喜んでもらえるようにお盆明け、いろいろ考えていきたいと思います。で、お盆明けに商品がいろいろ出るわけですよ。まあコロナがあってね、ちょっと遅れたりっていうのもあったんですけど、まあお盆明けにちょっとこの辺りを紹介しようかな。まずね、フロリアの5ベースです。フロリアの5のフロリアのシリーズって、いろいろデニムから、まあ、ハーフパンツから、いろいろ長ズボンからいろいろあるんですけど、これが大元になったモデルね、超リラックスパンツです。で、まあこれ約5年ぐらい前にフィンチから出て、で、まあ一瞬で完売はしてしまったんですけど、なんて楽なパンツだっていうので、まあ好評だった。で、表と裏の生地使いが、まあ特徴としては違うんですよ。これ表と裏、表前後ろかね、これを前後ろを変えたやつ、なんでかって言ったら、体の動きによって曲がるところ、圧がかかるところが違うから変えてるんですね。で、肌触りもこの裏側の柔らかいところは、皮膚が柔らかいところは柔らかい生地を使ってとか、いろいろ考えた、本当ベーシックモデルやけど、こうなんていうん、スウェットに近いけどスウェットじゃなくて、でシルエットもちょっと細身で、このまんま T シャツのリラックスウェアでもいいし、このまんまジャケットまで着れるっていう、非常に優れものがお盆明け一発目に出ます。あとね、このリュックこっちの方がいいか、うん、このリュックなんですけど、まあこれも1、2、3、4色目、もう超ロングフィットな感じ、ちょっと座ろうかな、超ロングフィットな感じなんですけど、今回すごい思い切ったことをして、カモに、デジタルカモに、まあ僕らはウッドランドカモって言うてるんやけど、ウッドランドカモ、カモにカモを合わせる、カモにカモを合わせつつ、この蛍光を入れるっていうのをやってます。非常に、なんて言うんだろう、奇抜やけどおしゃれな感じにしてます。で、中はこうやってね、超ド派手な感じ、わかるかな、見える、なんて言うんやろ、ブルーでもなくグリーンでもない、かつ
ピンクを合わせたりとか、まあフィンチらしい色ですね。で、機能はもうそのまんまです。色だけ変えてます。で、こういうまあチャックがついて、こっちを開けなくてもここから手を入れてできたりとか、あとね、ここが特徴的なのが、反射板インクを入れたリフレクタープリントをやってます。なのでこうやって背負いながらも安全、ここだけが光ってるんで、光が当たった瞬間にで大きくもなくちっちゃくもない。まあこれもロングセラーなんでみんな知ってると思うんで詳細は避けますけど、こんな感じのリュック、個性的ですね。なかなかこういうデザインってないんで、面白いリュック。あとね、リュックつながりで言ったらこれですね、カンガルーバッグ、新色が出ますよ。新色がもうこれうちでも何回目、3回目4回目ぐらいかな、短期間で4回も生産したバッグなんか初めてっていう、もうこのカンガルーバッグ、まあ、色違いなんで、まあ、みんなご存知だとは思う、使い方はご存知だとは思うんですけど、まあこのバッグを使うことによって何が便利かって、ここに手が置ける、こう工程を置いてこう釣りができるのが本当に便利なのと、あとね、よく渓流の人を、まあ、歩く人、渓流の人が多い、よく使う方法と、僕ら海外、今海外ね、コロナで行けんけど、海外に行くときにこれに、これがすごい相性いいんですよ。わかるかな、見える。で、ルアーとか釣りの時はね、ルアーとかを目線の高さでこうやって前でここで変えれるっていうのは本当に武器で、いちいちリュックとかウエストバッグとかでやらずに目線の高さでこう操作ができる。ね、旅だったらここにパスポートとか財布とか入れてたら、もうこうやってたら安心やからね。もうやっぱ背中ってね、やっぱ結構大事なもの入れとくの怖くて、でここでそう、この前にはカンガルーバッグ、大きいものにはこういうリュックっていうスタイルが、まあ旅、旅行とか、よく歩く釣り、渓流とか、まあバスもそうですし、歩く釣りに非常に便利な組み合わせですね。これがね、思ってもなく便利、思ってた以上に便利な商品なので、これ新色出ます。黒と今まであったのはこの色で、新色、これはなかなかいいっすよ。1個持ってたら何かと便利。あとね、久しぶりにオガケンとコラボ、これまあうちにはピンタっていうものがあるんですけど、ピンタのちょっとしっかりしたバージョンで、これはネックガードなんやけど、ね、まあ、マスク代わりにも早変わりして、まあ、ピンタもマスクにもなるんやけど、ここにねワイヤーが入ってるんですよ。ここにワイヤーなんかな、まあ、ちょっと厚手のチューブかワイヤーっぽいものが入ってて、こうして後ろをキュッとやったらもう落ちない。ここにもうちょっと上でもいいかな、俺ちょっと髪の毛があるけんね、ここでキュッと締め込んでやったらもう落ちない。で、ここがひっついてないから、ちょうど鼻の高さからね、口までね浮いてるんで、呼吸がすごい楽、かつ日焼け、やっぱね、このなんていうんだろう、この角度、ピンタだったらピタッとするんやけど、これはここゆとりがあるから、まあ楽っちゃ
楽。素材はね、なんだろうね、ドライ系素材やから息も苦しくないし、まあ浮いてるから苦しくないんですよ。でこのまんま、なんだろう、圧迫ひんやりはせんかな、けどドライ素材、一瞬で乾くやつね。小川健太郎が作ってくれました、このデザイン。久しぶりの、これペンギンじゃないからね、エレファントノーズです。熱帯魚マニアはよく知ってるんやけど、僕が好きなエレファントノーズっていう魚をモチーフにした、可愛らしい。これあのつららバージョンも冒険用品バージョンも出るはずです。3社同時企画、水口さんと小川健と僕で、あのこれ面白いねって思ってやってみた企画です。うん、可愛らしいね。まあこういうちょっとした小物、これもすごい安く出すので、ぜひぜひ、多分これは8月末か9月頭ぐらいかな。うん、まだまだ使えるやつです。で、俺が絶対というか、まああんまり被らないものを、身につけないものを今チャレンジしてます。もうね、要望多すぎて。じゃん、フラットバイザーっていうの、これここがまっすぐなやつ。もうね、僕が40オーバーですよ、年が43か4なんですけど、なんだろうね、ここがまっすぐだったらこう曲げたくなるんですよね。やけどお客さんとかでも結構これフラットバイザーっていうのをあの被ってくる人がおるんやけど、もうひたすらこうやって曲げようとしたら、やめてくださいって来るわけですよね。っていうぐらいまっすぐがいいらしい。でこれも結構一から形からこだわって作りました。で素材がね、デニム素材で、まあこれよく見る立体のやつですね。もうちょっとデザインは変えようかなと思ってます。デザインというか大きさを変えようかなって思って、かぶってみようか。効果音、耳はかけてすっきり、ほら死ぬほどに、あでも、あ全然似合うよ。そう、うん、髪ですね、横に上がるとちょっとなんか、うんうんうん、後ろから出る分には違和感ない、うん、いいなるほど、かっこいい、うん、まあこんな感じの帽子をデニム素材で、ちょっとね、安っぽい素材が一般の人が被ってるのを見たら、素材変えたらかっこいいのになっていうのがずっと思ってたんで、ちょっと高級な大人が被れる、大人も若者も被っても安っぽくならないデニム素材で、デニムなんでいい色あせ感が出るはずです。でこれ系ってもう全部布にしてしまったら真冬でも結構蒸れるんで、ここはもうメッシュにして、まあ一般的なパチパチって止めれるやつに変えてます。こんな感じで近々出るもの、あとね、こんなワッペン作ってみたり、これ冬物のね、もうチラ見せね、冬物の例えばバルトロメにピタッと貼ってやったりとか、こっちかとか、そういうものを、これ総刺繍ですよ、総刺繍、超ややこしかったとを作ってみたり、あとね、いろいろ作ってるんやけど、それはまた後ほど。で、とうとう靴も完成したし、靴、これは靴は靴でまた一個の動画で説明します。うん、非常に出来がいい、作り込みすぎたっていうやつですね。まあお盆明け一発目こんな感じで、どんどん新製品で、もう冬物やってますから、冬物もここにちらっとはあるけど、またこれも後ほど徐々に
見てもらえたらなと思います。お盆明け一発目のフィンチ、こんな感じで動いておりますので、またお楽しみに。